あるなしクイズは思考力が試されるクイズの一種である。種類としては古くから存在したが、あるなしクイズという故障自体は、吉川原信之の考案による、あるなしパズル、あるないクイズとも呼ばれる。さらに略して、あるなし、あるないとも言われる。この種のクイズは、江戸時代にはすでに存在していたと言われており、 また宮城隆が1982年の著書で一作発表しているが、広く流行したのは、吉ヶ原の監修によるテレビ番組マジカルズ・ノー・パワーで取り上げられたのがきっかけである。出題者は、ある共通点を持つ言葉を左側のあるの欄に列記し、その共通点に当てはまらない言葉は右側のなしの欄に列記する。この時、あるの言葉と、 なしの言葉は常に同数になるように列記し、あると、なしそれぞれのうちの順番が同じ言葉は、意味や響きが似た一体の言葉とするのが一般的である。回答者は、これらの列記された言葉をヒントに、あるの言葉が持っている共通点を当てる。ある、なしの言葉は、出題者の裁量によって追記される場合もある。多くの問題は、あるの言葉が特殊な例となるため、 あるの言葉だけ見ても正解を導ける。ただし、問題によっては、なしを見なければ正解が困難なものもある。また、通常とは逆に、なしの部分に持たせた共通点を回答としている場合もある。あるなしクイズのパターンには特定の文字をくっつけると、別の言葉になる。特定の文字を変換すると、別の言葉になる。特定の文字を取り除くと、別の言葉になる。 言葉の中に別の言葉が隠れている字面には関係なく、言葉、現物そのものの特性や共通点に関連すること1、マイナス4のパターンは字面に関するもので、ある特定の言語、例えば日本語に依存するものであるため、他の言語に訳すれば問題が成立しなくなるケースが多い。5、の場合は純粋な知識を試されるケースが多く、また、ある。 ナシなしの言葉を外国語に訳しても成立することがある。どれに該当するかは回答者自身が推理しなければならない。くっつきと隠れ言葉及びその発展型は他の形式より比較的問題を作りやすい傾向にある。発展型としてあるなしの法則には列挙する順番などが関係しているものもある。口述の例にお参照のこと。あるなしクイズは以下の番組などで放送された。 0107の問題が日本語の字面に依存するものであるのに対し、08010は日本語の字面に依存せず、外国語に訳しても成立する。あるなしくイズにはいくつかの編集が見られる。ありがとうございます。